あれですよね、ある程度静かにしてないと聞こえないですもんね。よろしいでしょうか。それではゴールボールのエキシビションスタートです。
新幹線もちょっと飛び出してまして、やりづらかったのかもしれないですけど、選手の皆さんありがとうございました。このね、中央でちょっと、ご覧になっていかがでしたか。いや、緊張感ありましたね。あれ、皆さん、やっぱりこのゴールのバーというんですか、もう上をこう、たどりながら、自分のポジションを確認したり、はい、あとは下のテープありますよね。そうですね。テープで必ず皆さん、自分のポジションを確認されてましたけども。はい、そうですね。ラインの中に紐が入ってまして、ラインがちょっと引っ張ってると言いますか。はい、なのでそれを触ってみんな自分の位置を確認したり、あとゴールで方向を確認したりだとか、そんなに使ってます。フェイントも結構使われてましたよね。あの対角線から行ったりね。あれはもう見事でしたね。ゴールも早かったし、はい、そうですね。本来は室内競技なので、ちょっと今日はこう野外で難しかったんですけど、みんな頑張りました。すいません。ね、松木さんの声うるさくなかったんですか。大丈夫でしたか。大丈夫でした。ご迷惑かけました。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、すいません。さすがですね、皆さん。いや、雑音負けするんです。優しいから。はい、ありがとうございました。さあ、今日はですね、せっかくですので、知事と公園、協力団体の皆様もぜひちょっとボールにね、これ素晴らしい。やっていただいて。ちょっとボールでね、実際に持ってみると多分、はい、知事、なんか重さですとか音ですとか、ぜひちょっと、はい、ぜひ体験していただいてね。どうですか、重いですか。とても重いです。重い、ね、ビニールの塊みたいな中で鈴がチャランチャランって言って、それだけ鈴が強くでした。さあ、皆さん体験していただいてますけれども、はい、では、実際にちょっと石川千代田区長、実際に持ってみたりいかがですか。重たいです ね、びっくりしましたよ。見た目より重たい。ただ鈴が聞こえないね、本当にね。そうですね、ちょっと思ったより、確かになんかもうちょっとね、私さ、なんかもうちょっとビーンって高い音とかの方が素晴らしいかななんて素人は思っちゃうんですが、いかがですか。そうですね、私はあれが一応ルールのボールなので、はい、ということです。区長、あれはルールなので、ルール上ということです、はい、ルール上変えられないということです。正式の人がボールなのでさあ、それではここで、小池知事ですね、アイシェードをちょっとつけていただいて、実際にこのボールを、ね、投げていただきたいと思います。おー、ちょっとあれですか、ボールの方にね、拍手が少ないですかね。皆さんどうぞ。はい、知事、抜けました、気持ちが。あ、はい、方向は正しいですね。あ、選手から足でヘッセルを確認していただくと、あ、確認してます。いいアドバイスでしたね。あ、そう、そうですね。あ、本当だ。さあ、それでは行きますか。それでは外して、アイシェード、外して、ポールに、ね、当たったんですよ。当たって外れたんですよ。そうなんです。ポストに当たりました。どうでした、一時のフォームなど。いや、すごい、まっすぐ本当に、はい、すごい惜しかったです。あ、ちょっと練習しなくちゃ。いや、でもね、ボールが重い。重いですね。うん、それからもちろん方向感覚がホットくらいが重要ですよね。ちょ、あと方向がね、わからないし、わかりづらい。リオでもね、はい、ゴールボール見たんですけれど、もう2メーターぐらいの大男が横になると、それだけでも、それで砦みたいになっちゃう。そんな感じだったですけれども、でも皆さん考えてみてください。これ東京駅の駅前でこれやってるんですよ。ねえ、すごい。このゲームをね、ぜひメダルを目指してまた頑張っていただきたいと思います。はい、みんなで応援しましょう。よろしくお願いします。説明していただくと本当に分かりますよね。
さあこの後皆さんどんどん参りますよ。陸上競技のエキシビションを行いますが、ちょっとコートの、ね、準備の方をさせていただくので、しばらくお待ちいただければと思います。はい、さあそしてあちらのスクリーンご覧いただきたいんですけれども、こちらの映像はですね、陸上、昨日ですね、国立市で行われましたノーリミッツチャレンジの模様が映し出されております。ノーリミッツチャレンジはこのスライドのようにパラリンピック競技の体験や選手のトークショーなどにより競技や選手の魅力を多くの方に知っていただくために実施しております。小池知事、ノーリミッツチャレンジについてね、さらに